リコーダーでラの音を演奏しましょう。ラの音は0番、1番、2番を押さえます。つまり左手の親指、人差し指、中指ですね。それではラの音を出してみましょう。ラの音の押さえ方が分かりましたね。それでは教科書24ページの練習1をやってみましょう。リコーダーで演奏する前に歌って曲の感じを確かめるといいですね。シーラーシーラーシーラーシー。それではリコーダーでやってみましょう。シとラの音が出せるとこんな曲も演奏できるんですよ。今演奏したのは教科書に載っているわらべ歌に挑戦の3曲です。皆さんもシとラの音を使って挑戦してみてくださいね。